はい、ドクターアルスのサブカル研究室、よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、はい、あの鈴宮春日の憂鬱、はい、ね、なんつったらいいですかね、まあまあよく言われるのが一般層にも受けた深夜アニメっていう風な、もともとアニメとかあんま見なかったような人たちも、春日は知ってるみたいな、で、あのエンディングのハレハレ愉快っていう歌が大ヒットしたんですよ、はい、でエンディングであのそのキャラクターたちがあのダンスのアニメーションやってるんですよね、当時の学生たちに大流行りして、はい、なんか文化祭的なのとか、そういったのでそのハレハレ愉快踊るっていう、あとあのちょうどあの動画文化の走りのタイミングでもありましたから、あのなんか踊ってみたみたいなっていうような動画とかで話題になって、はい、っていう風なのも全部こうひっくるめて、あとは京都アニメーションの出世作なんですよ、あれ、あの鈴宮春日憂鬱ってアニメは、でそれも相まってあの独特の世界観と、はい、あのエンディングテーマのキャッチーさと、はい、っていう風なのも含めて、なんか今まであのオタクしか見てこなかったようなアニメのように見えるんですけど、はい、一般層にもバカ受けしたみたいな、っていうので大ヒットしたんですよね、ヒットしたっていうのがその、ね、よく歌がどうとかね言われますけど、あ、それはあのおまけであって、あの実はこの鈴宮春日の憂鬱っていうのはその元々のアニメーション その流れとそのオタクのものだったジャンルだったアニメですね、はい、あの新アニメっていう枠で、はい、にあの古いタイプ あのラブコメというか、ハーレムタイプのラブコメっていうんですかね、そこからそうじゃない時代に移り変わってるターニングポイントになってるアニメなんですよ、あれ。はい、その鈴宮春日から変わったんですよ、だから今まであのアニメをずっと見てたちょっとあの虐げられる系のアニメオタクたちからすれば、自分たちが好きで見てたアニメがなんか一般に受け入れられたみたいなね、錯覚に陥るんですよ、でもねこれは錯覚なんです、はい、鈴宮春日っていうアニメ自体があのいわゆるアニメオタクにももちろん受けてたし、そうじゃない人にも受ける要素をちゃんと持ってた、それによってあのそのアニメそのもののあり方っていうのが大きく変化したっていう、はい、ふうな、まあ、そういったのが象徴になるアニメーションになってるんですね、鈴宮春日憂鬱っていうのは、それが非常にあの得意性があるなって思うんですよ、はい、であのアニメはもともといわゆるあのラノベ原作ですね、あの電撃文庫っていう、はい、あのライトノベルからスタートしてるんですけど、あの、まあ、鈴宮春日っていう、まあ、女の子がいて、ちょっとエキセントリックな女の子なんですよ、はい、ちょっとぶっ飛んでるんですよね、であの普通の人間には興味ありませんと、はい、このでこれはあの、入学して一発目のクラスの自己紹介のタイミングですよ、はい、だいたいほら一人一人自己紹介とかするじゃないですか、その時に鈴宮春日はあの普通の人間には興味ありませんと、でこの中で宇宙人未来人超能力者がいれば私のところに来なさいっつってもうねおかしいんですよ浮いちゃいますよね、だからもうねずっと浮いてたんですよ、でその前の席に座ってたのが主人公のキョンなんです、はい、でそれであの唯一鈴宮春日と会話できるようになったクラスメートがキョンだったんですよね、実はこの鈴宮春日は世界をどうにでもできてしまう神様的な能力を持った女の子だったっていう話になってくるんですよ、はい、でそれをコントロールできるのが主人公のキョンっていう、はい、であの近寄ってくるのはあの情報統合思念体とかっていう得体の知れないあの、はい、宇宙的規模のなんか存在がいて、はい、それの端末として送り込まれる永戸由紀で、鈴宮春日を監視するために未来から送り込まれたみくるちゃん、はい、で神のごとき力を持っちゃってる春日の深層意識で見てる夢が現実世界を脅かすっていう、はい、そういうちょっとたちの悪い副産物を持ってるんですよ彼女は、はい、でそれを対処するための超能力者の小泉っていうのが、はい、あの春日本人に知られないように集まってきて、はい、でそれに巻き込まれるキョンっていうそういう構造なんですよ、でそれでそういったもうあのめちゃくちゃな存在の鈴宮春日を一人の人間として関わっていこうとするキョンによって世界がある種救われるっていう風な物語が、あの鈴宮春日の憂鬱っていうタイトルの一冊目の話なんですよ、はい、だから春日は実はこれで話自体あの終わってるんですよね、ある意味ね、その後あのそれにまつわるドタバタっていうのがシリーズ化されてずっとこう広がってって、はい、でそれをアニメとしてまとめたのが鈴宮春日の憂鬱だったんです、うん、なのであの今みたいな説明だけ言うと、うん、あの一般的なハーレムものに聞こえないじゃないですか、はい、でもパッと見はあの主人公の冴えないあの事なかれ主義のキョンがいて、うん、でそこに美少女鈴宮春日で美少女、はい、あの永戸由紀、はい、であの美少女であのもうグラマラスなみくるちゃん、はい、っていうのの、 あの女の子たちを交えた SOS 団の日常みたいな、はい、
っていう風な描かれ方してるもんですから、一見すると腫れ物に見えるわけですよ。でも実は話の内容というかそのテーマ的なものっていうのは実はそういう風に見せかけといて、あ、結構な SF の話になってたりするわけですよ、はい、で退屈でしょうがない鈴宮春日なのでストレスを抱えてるもんですから、はい、ほっとくと世界がえらいことになる、はい、じゃあこの春日が満足できる学園生活を送ってもらおうっていうので立ち上げられたのが SOS 団なんですよ、うん、で春日にその場の思いつきでいろんなことを思いついてはいろんなことに挑戦して、うん、っていうのに振り回されるキョンっていう、はい、そういったいろんな複合的な要素を持ってるアニメになってるんですよね、うん、でポイントはこのさっきも言いましたけど、もともとの冴えない主人公に美少女が群がるっていう構造のハーレムもののように見せといて、はい、で実は視聴者が2種類いるんですよ、ハルヒっていうのは2種類、はい、いわゆるキョンっていう主人公にそのある種の感情移入とか自己投影をして、うん、あの美少女にこうもみくちゃにされたいみたいな男の欲望を満たすっていう風な見方もできるようになってるんですよね、うんはい、でもう一つの見方っていうのは、うん、こう楽しそうに遊んでる SOS 団っていいな、うん、で楽しそうに遊んでる楽しそうにやってる SOS 団をいいねいいねって見てる、うん、でその SOS 団にあ自分も参加したいぜっていう風な、うん、鑑賞型の視点とその自分の参加型の視点、このどっちの視点でも見れるっていう、うん、構造のアニメになってるっていうのが一番大きいんですよね、うん、で実際この鑑賞型のアニメっていうのがもともとはそういった要素はもともともちろんありましたけど、うん、それよりも主人公に対して自分自身の、感情移入をして、うん、あたかもその自分がその作品世界の人たちにこう構ってもらってるみたいな風にな、うん、欲求を満たすっていう風な構造のアニメっていうのはもともとあって、でそういうのが一定層に受け入れられてて、うん、あったんですけど、ここから完全にその自分と作品世界っていうのを切り離して完全に鑑賞するだけっていう、はい、これの極地が後に登場する軽音なんですよ。軽音ってあれ女の子しか出てこないんですよね、うん、で意図的に排除されてるんですよね、うん、でそういう風な見せ方で女の子たちが楽しそうに軽音楽をやってるっていうのを眺めるアニメなんですよ、軽音っていうのは。だからある意味話にドラマがなかったりするんですよね、はい、ただ日常を淡々と描かれたりするわけですよ。でそれが日常系とかって一つの派生系になっていくんですけど、まあ、それの走りになった軽音っていう、まあ、アニメがあるんですけど、感情移入型のハーレムものとその眺め鑑賞型の軽音の中間 の時期にもあるし、要素として両方中間の要素を持ってるっていうのが春日なんですよね、うんはい、感情移入して見ることもできるし、うん、キョンを含めた楽しそうに遊んでる SOS 団をいいなって眺めてる、うん、この両方が見れる。だから春日っていうのは今までその感情移入型のハーレムものだったら、うん、女性にやっぱ受けは悪いわけですよ、うん、男性に都合のいい女性キャラしか出てこなかったりするわけですから、はい、でも春日は鑑賞型っていう風な体裁を取ってる分、うん、良くも悪くも作り物だし生物にもちゃんと見えるんですよ、うん、言うこと聞かない女の子、うん、でもそれが女の子の共感得られれば、うん、女の子が見ても楽しいアニメになるんですあれ。なるほど。だから鈴宮春日の憂鬱っていうのは男女問わず人気があったんです、うん、でちなみにこの構造を最初に指摘したのはハーレムものの大家と言っても過言ではない赤松健先生、ラブヒナとかネギマを書いた人です。おもうね、今私が言ったような要素をもう、はい、もうか、ま、完全に形にした漫画を描いて大ヒットした人ですよね、はい、でこの人が実はその春日についてそういう話をされてたんですよ。へなるほどなと思って、自己参加型のハーレムものと、うんその楽しそうに遊んでる SOS 団を旗で見てる鑑賞型っていう、はい、でこの両方 の視点で楽しむことができる、うん、なので幅広く受け入れられた、うん、でそこが時代の流れとともにその感情移入型というかが、うん、の要素がどんどん薄くなっていって、はい、で鑑賞型に特化した慶応の大ヒットっていう、うんまあ、そういった流れが、まあ、あるんだろうなと、うん、なので春日っていうのは多面的なこの需要っていうものを受け入れるだけの幅を持ってる表現のアニメだったと、うん、だからあれだけ売れたと、うん、でその鑑賞型軽音をはじめとする鑑賞型とか日常を描くみたいなね、はい、とにかくで軽音が受けたことによって、うん、な今まで男の子がやってたようなことを女の子にやらせたら受けるんじゃないかっていう錯覚を生んだんですよ、うんはいはいまあ、これは半分当たってると思うんですけど、うん、だから女の子がキャンプしてみたりとか、はい、釣りしてみたりとか、はい、なんか自転車乗ってみたりとか、いろんなことを女の子もやるぜみたいなね、うん、なんかそういうのがある一定のやっぱ需要はやっぱ持ってたんですよね、うん、
でそこがで面白いものでやっぱ時代ってあの移り変わるんだろうなと思うんですけど、うん、あの五等分の花嫁っていうのが、はい、結構なヒットしたんですよね、あれってもう絵に描いたような晴れ物なんですよ、はい、で主人公がその5人姉妹の5つ子ちゃんの家に転がり込んで、うんうん、誰をお嫁さんにするのかみたいな、うん、もうあのもう設定だけ聞いたら、ね、世の中の女性からグーで殴られそうな設定なんですけど、うんっていうのが最近また流行りだしてるっていうことはまたちょっとね時代が変わってきてるのかなみたいな、うん、まあ実際に異世界転生ものなんかもハレムものの要素を持ってるの多かったですよね、うん、そういう意味では鑑賞型から感情移入型にまた移り変わってるこのタイミングでハリヒの新作を出せば売れるんじゃないか、うん、っていうことになると思うんですよね。とか言ってたらあの実はこれ撮ってるのは12月ですけどあの先月の11月に新刊が出てました読まなきゃすいませんまだ読んでませんということで、だからあの本当に今のタイミングで春日出すっていうのは実は正解、うん、これがアニメ化されたらまた新たなヒットが飛ばせちゃったりするかもしれません、うん、ということで鈴宮春日の憂鬱でした。ありがとうございました。